マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤澄香です。今回のテーマはこちらです。食べて痩せるオーバーナイトオーツについてお伝えしていきます。あなたは痩せたいけど食べたいなって思いませんか？私もね、思っていました過去に。そしてプラス私なんかはですね、特に食事を減らしてでもお菓子食べたいっていう人だったんですよね。なのでいつも思ってました。お菓子の代わりになるようなお食事がねあればいいのにって、しかも痩せるようなっていうね。なのでもしあなたがダイエット中でもお菓子も食べたい、ご飯も食べたい、でも痩せたいということで悩んでいらっしゃるようであれば、ぜひこの動画最後までご覧くださいね。はい、今回の動画の内容はこちらです。1つ目、なぜオーバーナイトオーツで痩せることができるのか。そして2つ目、基本のオーバーナイトオーツのレシピについてお伝えしていきます。では1つ目の項目ですね。なぜこのオーバーナイトオーツで痩せることができるんでしょうかっていう、その痩せるポイント3つあります。お伝えしていきます。1つ目です。腸内環境がもうめちゃくちゃ整うからなんですよね。このオーバーナイトオーツ、まあ、オーツ、まあ、イコールオートミールのことなんですけれども、このオートミールがですね、もうものすごくお腹の調子を整えてくれて、デトックスして痩せることができる材料なんですよね。そして2つ目、腹持ちが良いです。とても大事ですよね。食べても食べてもすぐお腹が空いてしまうものを食べると、もうとにかく食べ過ぎてしまいますよね。ですからしっかりとこのオートミールを使ったものを召し上がることで、その日一日の、まあ、腹持ちが良い、まあ、イコールそんなにね、ああまたすぐ食べたいって思わなくても済むようになりますよってことです。で3つ目、簡単でアレンジしやすい、まあ、結果続けやすいっていうことなんですよね。これとっても大事です。もうどんなにいいものでもちょっと食べてやめてしまうとか、ちょっと取り組んでああもう続かないとかね、美味しくないとか面倒くさいとか、すごくね分かります。私も美味しくなかったり、もういちいち作るのにこう手間がかかるのはね、ものすごく苦手なんですよね。もうそもそもしたくないっていうね。やっぱり簡単で早くて効果がある方がいいじゃないですか。そして結果続けやすいということ、そうした時にこのオーバーナイトオーツのレシピはですね、基本の作り方さえしっかりと覚えていただくと、いろんなアレンジが効いてずっとね、いろんな味が楽しめてね、続けやすいですよってことになるんです。はい、そしてここからは基本のオーバーナイトオーツの材料なんですけども、まあいろんなねレシピありますが、私がおすすめな、もう一番痩せる最強のねこのコンビということで2つ選びましたので見てくださいね。まずオーツ麦、まあ、イコールオートミールのことなんですけども、オートミールはとにかく腸内環境、まあ、お腹の調子が整って食物繊維がいっぱい入ってますから、食欲も抑えてくれたり、お腹の大掃除をしてくれたりするわけですよね。でまた低 GI 食品といって、要するに脂肪を溜め込みにくくしてくれる作用がね高いんですよ。めちゃくちゃ働いてくれるわけですよね。でタンパク質やビタミン、ミネラルが豊富、まあ、要するに栄養がいっぱい入っているので、すごくねダイエット向きなんですよね。なぜかというと栄養不足の方はねダイエット成功しないんですよ。なのでしっかりと栄養を取りながらっていうのが大事なんです。ダイエットを成功させるコツなんですよね。でまた白米とかに比べて低カロリーなので、普段白米を食べる代わりにこういったオートミールに置き換えするだけでもどんどん結果を出せるということになります。はい、そして2つ目です。私がおすすめなのは豆乳、まあ、これは無調整豆乳のことなんですけれども、やはりですね痩せるためには無調整豆乳がもう一押しです。他のレシピでね牛乳とかアーモンドミルク使いましょうとか、まあ、いろんなアレンジありますけれども、やはりこう総合的にね、まあ、結論からお伝えすると、もう無調整豆乳がベストです。特に女性でしたらなおさらですよ。なぜかというと、まあ、繰り返しになりますけども、お腹が整って脂肪が溜め込みにくくなって、でコレステロールが、ね、ゼロなんですよ豆乳って。これいいと思いませんか？とっても大事ですよね。ではここから2つ目の項目に入ります。基本のオーバーナイトオーツの作り方ですね。材料と作り方と実演の動画、そして最後にさらに痩せる食べ方についてお伝えしていきます。はい、では基本のオーバーナイトオーツの材料です。
オートミール 40g、 そして無調整豆乳が 100g ですね。なのでだいたいオートミールの量の2倍から 2.5 倍ぐらいの豆乳で使っていくということになります。ではここから作り方です。1つ目です。前の日の夜に保存容器にこの全ての材料、オートミールと無調整豆乳を入れます。2つ目、蓋をしましたらそのまま冷蔵庫で約8時間、オーバーナイトですかね、一晩置いて寝かせてあげましょう。そして3つ目、翌朝そのままいただいてくださいということで、ここでねアレンジができますから、今回私もアレンジで作ってみましたので、この後実演動画をご覧ください。どうぞ。いかがだったでしょうか。今回私が使ったのはこちらのオートミールです。オートミール、無添加でですね、安心安全のオーガニック原料を使用したものになります。でこのタイプがあって、クイックオーツタイプを今回は使いました。でこのクイックオーツタイプですと、最初からこうかなり砕いていますから、食べやすくて、オーバーナイトオーツの食感がですね、こうもちもちっとした食感になるんですよね。でそれとは違って、その砕く前の、その麦のままですよね、ロールドオーツっていうタイプでしたら、なんと言いますか、その歯ごたえが欲しい方、過去噛み応えがちょっとまだ欲しい方っていうのは、クイックオーツタイプじゃなくてロールドを使った方がいいと思います。で私は今回はクイックを使ったんですよね。で私が今回トッピングしたのは、ミックスベリーですとかナッツをねかけてみたんですけれども、他にもアレンジっていっぱいできまして、トッピングがねすごくバリエーションがあるんですよね。例えば、フルーツといっても生でもいいですし、冷凍でもいいですし、またナッツといってもいろいろありますよね。そしてココアパウダーや抹茶パウダー、そしてちょっと甘みが欲しいなっていう方は蜂蜜とか、あとそのプチプチ消化でチアシードなんかは前の日の夜に一緒に仕込んでおかれると、もうプチプチになってね、これまた食感が楽しめると思いますので、いろんなバリエーションがあります。で今後またね、こういったトッピングを入れたアレンジメニューも動画でお伝えできればなと思ってますので、お楽しみに。そして最後です。痩せる食べ方っていうのがあるんですよね。ポイントこちらです。まず量に注意ということで、これね美味しいんですよ、オーバーナイトオーツって。もう本当お菓子、おやつ、スイーツ感覚でね食べれてしまうので、ついついねパクパクっと食べてしまうんですけども、やっぱりどんなにね痩せるものでも食べ過ぎてしまうとカロリーオーバーなので、量は気をつけましょうねっていうことです。そしてそのアレンジの、ね、トッピングの中身が大事なんですよね。タンパク質や食物繊維を、その一緒に入れてしまう、タンパク質は豆乳使ってますからいいんですけれども、食物繊維なんかは、オートミールも入ってますが、それだけではね単品ではやっぱり足りませんので、やはり、プラスサラダであったり卵であったり、そういったものをしっかりとプラスされると、もちろんバッチリお食事メニューになります。そして食べるタイミングは朝かお昼がねおすすめですね。やはり夜はねおすすめしません。私も夜はこういった糖質系ですね、炭水化物系はねもうカットしてお休みしてるんですよね。ただしですね、その代わり朝しっかり食べます。
なので朝時々、まあそのオートミールも私は基本玄米なんですけど、まあオートミールの時もあったり、主にやっぱりオートミール私お昼に食べることも多いんですね。でその時にあの食事だけプラスこうなんだね、その後こう甘いもの欲しくなりませんか。食後のデザート感覚でなんかちょっとこう甘いものも欲しいって思うんですよね。その時にこのオーバーナイトオーツのこういったトッピングがもうまさにスイーツの材料なんですよ。ですからお食事食べてるんだけれども結局スイーツも食べたこう気持ちになってすごくね大満足なんですよね。なので食事も食べたい、でもお菓子も食べたいな、スイーツも欲しいっていう時は私はこのオーバーナイトオーツを仕込んでおいて美味しくね、主に私はお昼にいただいています。その時にやっぱりその単品ではなくてこういったタンパク質や食物繊維が入った、まあ、ちょっとプラススープをつけたりヨーグルトをつけたりですね、工夫をして美味しく食べながらこのマイナス10キロ体内年齢マイナス16歳をねキープしていますので、ぜひご一緒に取り組んでみませんか。いかがでしたか。これなら簡単で続けられそうってね思っていただけましたら嬉しいです。そしてもしお食事もしたい、でもおやつスイーツも食べたいなという時があればこのオーバーナイトオーツを試してみてくださいね。ポイントは料理中に、そして単品ではなくてタンパク質とか食物繊維が入った、まあ、スープとかをプラスしましょうということ、そして食べるタイミングは朝かお昼がおすすめですよでしたね。今回の動画は以上になります。もしこのお話役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録していただきますととっても励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。